アで大きいかな。アジアで一番大きい、うん、この形がね。これが、世界遺産になってる、2秒のあれまで分かるっていう時計ですね。まあ、NHK のテレビとかでも出たんじゃないですかね。素晴らしいですね、これは。これはちらの王様の夏用の宮殿、その山の上。ええー。この山にちょっと宮殿みたいな。はい。これ王様の夏の宮殿。あ、あれですね。ちょっと見てみましょうかね。上に、ちょっとやってみましょうかね。これは王様の夏の宮殿だそうです。あの山のものね、はい、あの下のものはあのシティパレス宮殿、はい、この前に見える、はい、こっちのはシティパレス宮殿ですね。こちらは、この後に行きます。これはまあ素晴らしいですね。やっぱり世界遺産がたくさん集まってるだけありますね。これがさっき見た、十二星座のやつの一つですね。でもまあ思ったほど観光客がたくさんいるっていうわけでもなくて、ゆっくり見れてます。今日は少ない方です。今日は少ない方ですか。今の時間で、ね、あ、時間によります。浅い古い人は多いな、こっち。あ、もう、ね、たまに人でいっぱいなるとそこないなると、ね、ちょっとね、そうですね。それでいきゃ今日は良かったですね。ここはジェイプに来るお客さん多いから。そうですね、はい、やってる時が多いです、はい、これがさっきのやつですね、うん、何度見ても素晴らしいですね。すごい。よし。